その豊田選手が後輩本田圭佑選手の豪快伝説を告白。君は何て？本田君。選手は周りに個性的な選手いますか？僕石川県の星稜高校出身なんですけど、はい、で一つ下に本田圭佑がいて、はいはいはい、彼が入学してきて、はい、今まで僕らはもう縦社会というか、はい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 、先輩後輩というものを重んじてやってきたんですけど、うんうん、彼いきなり1年生入ってきて、うん、1年生からレギュラーだったんですよ。おー、なるほど。でそんな彼がいきなり、うん、いや上下関係なんていらへんなみたいな言い出して1年生が、はい、僕らやってきたのに1年生の時やってきたやってきたやってきたよ、はい、やってきた縦社会、はい、で彼の一言で、うん、亡くなりましたでマジで僕だからそのそれよしとしたのみんなもうそれでええわってなったのじゃあまあそういう風になってもう従わざるを得なくてで僕らそこから2年間あんまり上下関係なくあんまり美味しい思いせずに卒業したんですよ。マジで？え、呼ぶ時どうするのじゃあ向こうは豊です。おい豊マジで、はい、おい豊って言われるの昔からそうです。で君は何と本田くん、まあ、それでもみんなはそれでええって言うんならあれでしょうけど、本田選手が逆にこの先輩になった時、はい、後輩は本田選手のことなんて言うんですか？そうやな、うん、本田さんと圭佑さん敬語やん結局そうなんですよ。本田選手は敬語で言われてるよ。でそうなんですけどそれで、うん、本田は結局そういうふうに言われて、でもそんなんええよって言ってはいたんですけど、なるほど、はい、で彼が卒業しました。卒業して次の一つ下の、キャプテンから、うん、いや上下関係は必要やでそっから昔からの上下関係バーンってまた入って元に戻ったっていう話